You're tuned into Friday Speaker. はい、NPO 法人札幌中学校U の2021年、前期講座が始まっています、事務局長の小泉正弘さんと電話がつながっています。お忙しい中ありがとうございます。よろしくお願いします。小泉です、はい、よろしくお願いします、この前期の講座もたくさんいろんなのがありますけども、詳しくはパンフレットですとかね、ホームページですとかフェイスブックなんかを、参考していただきたいと思いますけども、実は今年から U の YouTube チャンネルというですね、その講座を紹介する動画なんかも、公開していますし、参考にしてほしいと思いますね。で、講座の実は3タイプあるんですよね。対面、いわゆる会議室でのと、オンラインだけのと、それからオンラインと会議室同時の、開催というですね。で、今回、オンラインもちょっと増えましたけど、やっぱり対面っていうのも、やっぱり大事だということで、対面講座では、そのコロナ感染防止のため の, その安全対策というものをはっきり打ち出して、参加者に理解を求めていると。で、マスク着用っていうのはやっぱり、お互いを思いやるその相互ケアだと思うんで、そういうことで、協力を求めているということですね。はい。では、まずその、U が力を入れている、そのアイヌ民族関係の講座を紹介していきたいと思うんですけども、最近、ちょっと信じられないような差別放送がありましたよね。3月12日の朝ですね、日本テレビの情報番組のスッキリでアイヌ民族を傷つけるような表現が放送されました。で、私はあまり普段テレビ見ないんだけども、この時はたまたま見てたんですよね。で、番組ではですね、アイヌ民族の茅野理恵さんがですね、アメリカのフロリダ州の先住民族のセミノール族の人たちとこう交流するっていう姿なんかをこう記録した、ドキュメンタリーですね、フューチャーイズマイン、アイヌ私の声っていうのをこれを紹介してたんですよね。で、昨年の夕張国際映画祭でも オンラインで上映されていますけども、非常に質の高いドキュメンタリーだったんです。で、それで紹介してるなって思ったんですけど、その直後にですね、露骨な差別発言が放送されてて、ちょっとびっくりしましたね。この放送されたコーナーっていうのはね、事前収録されてたんで、生放送じゃないんですよ。だから、番組の責任者が目を通す時間十分にあったはずなのに、だから一個人の失態ではなくて、放送局全体の問題だったんですよね。この問題どう思いますか？あ、私ですか？はい。そうですね。とにかく、ちょっと常識的にも考えられないような、そうですね。今、田原さん言われたようにですね、単なる失言ではないんですよね。事前に用意されたもので、しかも漫画のようなねフリップまで作られているっていうことで、これはその単なる個人の問題ではなくて、やっぱりその放送局全体の問題だなと思いますし、はい、あまりにもやっぱりそのアイヌ民族のことについての理解があまりにも不足してるっていう、もちろん不足しててもですね、基本的には民族のことを抽象するようなねことは何の知識がなくたって問題なわけですけれども、はい、あまりにもそういう理解が不足してるなというふうには感じましたね。はい。そして一方ではですね、そのアイヌ民族の、その権利を求める、署名活動も行われたんで、この辺のことをちょっと、教えてください。はい。ですね、札幌中学校U は学習活動を中心にやってるんですけれども、だいぶ前からですね、もっとこう実践的な活動にも力を入れていて、10年ぐらい前からですね、紋別アイヌ協会というオホーツク紋別のアイヌ協会の、畠山さんという、もともとずっと漁師をやっていた方なんですけど、との付き合いがありまして、で、2年前にですね、紋別アイヌ協会のがカムイチェップノミという、鮭を迎える儀式ですね、各地でやられてるんですけれども、それをやる際に、自主的にですね、鮭を取ったと、自主的にっていうのは、要は川で鮭を取るときには儀式用でもですね、その知事の許可が必要なんですね。それを先住民族の権利だということで、あえてですね、許可を得ずに、取ったところをこう警察に事情聴取され、
ったっていう問題があるんですけども、はい、まあ、それをきっかけにあのアイヌ の, あの各地のアイヌの人々が、まあ、これはやっぱりあのサケの権利がもともとアイヌ民族に認められてないことが問題なんだということで署名を呼びかけて、はい、あの3月にですね、あの道宛てに署名5000票の署名を提出してきたところです。はい、このその差別の歴史とか先住権の問題ってやっぱりもっと目を向けるべきですよね。そうですね、あの、まあ、すごく感じるのはその、まあ、スッキリの問題、非常に大きな問題なんです、まあ、それは誰が見ても差別なんですけれども、一方でその川でのサケ漁っていうね、まあ、サケっていうのはアイヌ民族がまあ主食とも言われるように、まあ、サケと共に歩んできた民族なんですけど、そのサケを取ることを禁じられた状態がもう150年続いて、はい、まあ、それはもっとある意味差別なんじゃないかなと私なんかは思うんですけれども、なかなかそこが理解が進んでないっていうのが今の現状かなと思います。はい、そして、まあ、あの講座ですけども、そのアイヌ民族関係の講座、まあ、アイヌアートデザイン教室が長くやられてて、まあ月、はい、今回は月2回で、ということですね。そうです、貝澤、珠美さん、はい、まあ、デザイナーの、まあ、彼女が講師でやってるということですね。そうですね、もうこれは一番長く続いてる講座なんですけれども、はい、あのずっと、はい、あのみんなおしゃべりしながら、あの刺繍手を動かしているっていう講座。そしてズームを使ったあのオンラインでのカミチェッププロジェクト研究会とかあるようですけど、はい、これを教えてください。これはあの今言ったですね、そのサケの権利のことが今クローズアップされてるんですけれども、まあ、そのことをですね、少しこう深いろんな視点から深めていこうということで、まあ、講座というか研究会という形で去年1年間ですね、あのオンラインを使った研究会をやったんですね。で、その、まあ、それを今年も一応継続していくということなんですけれども、まあ、同時にですね、去年やった成果をカムイチェプ読本という小冊子にまとめまして、はい、今無料で配布しておりますので、はい、あの欲しいという方は連絡いただければと思います。はい、ありがとうございます。そして実は私が企画したアイヌ民族復権に向けた歴史っていう3回シリーズの連続講座が1月3日から始まります。竹内渉さんが、まあ、講師なんですけど、実は昨年ですね、この竹内さんの著書のね、この戦後アイヌ民族活動史っていう本が出版されて、この記念で単発の講座をやったんですけども、その時参加した人たちがなんかもっと詳しい内容の講座がやってほしいというふうに希望が多かったんで、今回3回の連続講座を7月からやることになりました。まあ、この竹内さん、北海道アイヌ協会 の, その事務局長を務められている、その非常にあの貴重なお話が聞けるん で, でしかも今回はその、対面とオンラインの両方なんで、オンラインでも聞けるんで、たくさんの方に、まあ聞いていただきたいなというふうに思いますね。で、あの、はい、私はそのアイヌ民族の復権の歴史を学ぶと同時にですね、私たち自身のなんか歴史を問い返すという機会にもなると思います。で、日本というのはあのなんかこう同質化した、国だというふうに感じますけど、やっぱり日本の中でも多様性があって、なんか、まあ、ヤポネシアという言葉もありますけども、そういうアイヌ民族も含めてこういうなんかそういう多様なあの視点でですね、その歴史とか文化というものを、見ていけるその契機になったらいいなというふうに思って、企画いたしました。ということで、ではここで一曲、富田勲さんですね、国境のない電気、お聞きください。Stay tuned for more Friday Speakers. NPO 法人札幌自由学校 U 事務局長の小泉正弘さんと電話がつながっています。それでは SDGs 関係の講座を紹介していきますけども、まあ、小泉さん、あの SDGs もう何度も何度も説明されていると思いますけど、簡単に、はい、SDGs とは何かということを教えてください。はい、ですね、SDGs というのはもうすでにですね、あのご存知の方も聞いたことあるという方もだいぶ多くなってきていると思いますが、あの SDGs というのは国連がですね、2015年に持続可能な開発のための2030アジェンダという文書を採択したんですけれども、その中で、2030年までに達成しようという
17の目標というのを、打ち出しています。それが SDGs、サステナブルディベロップメントゴールズというやつなんですけれども、で、まあ、2030年までにですね、いろいろ貧困をなくすとか、気候変動の問題であるとかジェンダーの平等とかですね、まあ、非常にあの多様なあのテーマについて目標を掲げて、そこに向けてみんなで世界で、みんなでですね達成に向けて動きを進めていこうということです。はい、はい、そして実は今日の夜ですね、オンラインで SDGs で世界は変われるのかっていうのが始まるんですよね、はい、今日からね。そうなんです、はいはい、あの自由学校 U ではですね、まあもともと SDGs 採択される前からですね注目はしていまして、 SDGs のプロジェクトをしてまあ継続しているんですけれども、まあ講座という形でこれまであまりきちんと打ち出したことがなかったので、 SDGs についての講座、しかもですね、まあただ単に SDGs を進めましょうということではなくて、まあそもそも SDGs ので何を歌っているのかとか、あるいはそこにどういう意義があるのか、もっと言うとそこにはどんな限界があるのかというところまでを含めてですね、きちんと考えていくことが、まあ、必要ではないかな。というのは今世の中にですね SDGs は広がりつつあるんですけれども、はい、ちょっとその広がり方にこれがでいいのかと感じる場面も結構多々あるんですね。なので、まあ、特に私たちこう市民の視点というか一人一人の市民の視点からですね、まあ、本気でその社会を変革していくにはどうしたらいいんだろうということをですね、まあ、皆さんと一緒に考えていきたいという趣旨で行うオンライン講座です。まだ間に合うかな、そうですね、まだ間に合いますね。1時間前ぐらいまでなら、はい、申し込みは可能だと思いますので、ぜひ、オンラインなんてねオンラインでやりますので、はい、どこからでも参加できます。今日の7時から第1回が始まります。第1回は大橋正明さんという方ですね、はい、大橋正明さんという、今ですね SDGs 市民社会ネットワークというものの共同代表でもあるんですけれども、まあ、大橋さんはずっとその国際協力の NGO の、でずっと活躍してきた方で、まあ、そもそも SDGs は開発目標なんですけど、じゃあその国際開発というのはそれ以前からですねずっと長い歴史があるわけですね、まあ、その辺をこう、きちんと話していただき、まあ、そこから SDGs っていうのはどういうものなのかっていうことをちゃんとこう捉えていきたいということでやります。はい、はい、その他にもお名前だけでも講師の方ご紹介いただけますか。そうですね、はい、6回全部でやるんですけれども、2回目は SDGs と脱成長ということで、まあ、実は SDGs 自体は脱成長を歌っていませんが、やはりその持続可能な開発と持続可能な社会ということを考えたときに、その経済成長一辺倒では難しいというふうに思います。そこで脱成長について詳しいですね中野義弘さんという方に講師をお願いします。いや、3回目はまあ私先ほどの話とも関連しますが、 SDGs と先住民族の権利ということで、ね、持続可能な開発と先住民族の問題は切り離せないということで、まあ、この鈴木真代さんという方が講師ですけど、この方はですね札幌出身なんですけど、今コロンビアに在住していまして、コロンビア先住民族のテーマを話してもらうという貴重な機会です。後半の方はそのホームページなんか見てもらってて、で実はですね北海道メジャーグループプロジェクトっていうのもやってるんですよね。そうですね、ずっとこちらの SDGs についてはプロジェクトの形でやっていて、まあ、今進めているのはですねその SDGs のまあキャッチフレーズというか、誰一人取り残さないということが非常に大きなポイントなんですけれども、じゃあその誰一人取り残さないためにはどういうアプローチが必要なのかと考えたときに、国連では実はですねSDGs の前から、92年に地球サミットとリオの地球サミットというのがあって、そこで出されたアクションプランの中に9つの主要なグループというのが決められていまして、でその主要なグループっていうのはどういうグループかというと、女性とか農民とか先住民族とか
まあ、NGO とか企業とか、自治体とかなんですけれども、まあ、そういうですね、まあ、ある意味こう弱い立場に置かれがちな人々が、SDGs っていうか持続可能な開発の主要な担い手であるという捉え方が国連ではされてるんですよね。なんですけれども国内ではあんまりそういう捉え方がされてないなと思いまして、じゃあ自分たちでそのメジャーグループに習ってですね、そういうグループごとの、枠組みを作って、まあ、そこで話されたことをこう共有しようということで、今地域版のメジャーグループということでやってるのがメジャーグループ、はい、ありがとうございます、はい、そして、まあ、私は実は講師を務める連続講座で循環社会と分散テクノロジー規制外から自由になるっていうのも1回目もですね、この SDGs だけでは地球環境問題に対応できないっていう、テーマで、5月の8日土曜日の午後2時30分から、やりますけども、やっぱりSDGs って言葉だけがこうなんかイメージだけが先行しちゃっていて、本当に地球環境の問題をちゃんと取り組むためにはもっと根本的なところを考えなきゃいけないというふうに思ってます。で、話題になっているその斉藤幸平さんの、人新世の資本論ですとか、あるいは経済学者の宇沢博文さん その社会的共通資本っていう、この社会的共通資本っていうのは自然環境ですとか道路とか交通機関とか、上下水道なんかの その社会的なインフラですとか、それから教育医療とか、そういうものは市場原理に任せたらダメだっていう、そういう主張ですね。それから、古くはその、まあ、ガンジーのね、経済学なんかもあって、やっぱりそういうものを、まあ、第一回は紹介します。で、私としては、SDGs というのはエネルギー消費問題が大きいんですけど、これからですね、電気に代わって光で、情報処理をするっていうことで、すごく、省エネなシステムができるっていうことなんかも紹介していくふうにいきたいというふうに思っています。ということで、まあ、U の講座に、とってもですね、この SDGs って前半もかなり重要な講座ですね。そう、まあSDGs というよりも、まあ、今田原さん言われたようにですね、まあ、これからどうやってその持続可能で公正な社会をどうやったら作れるのかっていうことは、はい、まあ、これはみんなの共通のテーマだと思うんですよね、はい、まあ、そのためにやっぱり SDGs というのが一つの手がかりになるかなということですので、まあ、ぜひ皆さんご参加いただければと思います。そうですね、はい、まあ、今日の夜もね、もうすぐ迫ってますから、はい、どうもお忙しいところありがとうございました、はい、どうもありがとうございます、今度はぜひ、この放送局のスタジオにお越しくださいね。ぜひ呼んでいただければ行きますので、はいはい、それではここで一曲ありがとうございました。富田勲さんのですね、青い地球は大のもの、お聞きください。Stay tuned for more Friday speakers. NPO 法人札幌自由学校 U の理事を務めていらっしゃいます細谷陽子さんと電話がつながっています。以前は細谷さん U の共同代表も務めていました。お忙しい中ありがとうございます。よろしくお願いします。高田です。よろしくお願いします。はい、まず細谷さん、どのようなきっかけでいつから U と関わったんでしょうか。もうほとんど最初からですね。当時の札幌の市民運動ってすごく横のつながりが良くて、何かというと連携していろんなことをやっていたので情報はとてもよく入ってました、はい、で、U の最初の去年度の講座の中にフェミニズムナウという講座があって、でその中の一コマ、ウーマンリブからフェミニズムへだったかしら、それを担当したのが最初です、はい、でその後ですね、はい、女のスペースオンという団体が、2階建て木造アパートの喫茶店の2階の部屋を借りて事務所を構えて、その事務所を U と共同利用する形で使っていたので、はい、一応当時は私はスペースオンの方のスタッフで U のスタッフではなかったんですけど、ものすごく近い関係でずっと一緒にお互いに電話番をし合って、あ、なるほどね、そんな風にしてやってた。だから事務所を共有してたんですね。はい、なるほど。で、まあ、そういう面では長い、U との、ほとんど最初からの
そうですね。ないです。はい。はい、で、これまでですね、U の活動を続けてきて、その印象に残っている点というのはどんな点でしょうか。もうそれは、U が立ち上がってすぐに、はい、私が変わる、世界が変わるというスローガンに、ものすごくこう胸が熱くなった。はい。ですよね。私は、ずっと図書館運動と女性運動をやってきたんですが、図書館運動の基本理念である学習権宣言をまさに形にしたような市民のための学びの場だということがすごく胸に響きました。で、はい、社会を変える市民の学び、障害学習のオルタナティブっていう、そういうフレーズがあったんですけど、オルタナティブという言葉にもそれこそその頃初めて出会ったという感じで、なんかこうすごく感動的でした。なるほど。そしてさまざまな人たちと出会いがあって、いろんな、まあ、活動と、関わってきましたよね。で、最初のフェミニズムナウという講座もね、面白かったんですよ。はい、結局それまで女性運動グループで活動しながら学習会とか講演会とかは何度もやってきたんですけど、やっぱり圧倒的に参加者は女性、圧倒的に元からそういう意識を持っている人たちっていう参加者だったんですけど、 U は結構おじさんの参加者が多くて、はい、女性運動グループの学習会では会えない人たちが、それこそだからなんていうのかな、当然このぐらい知ってるだろうみたいなことが通じなかったりはしたんですけども、そういう出会いがすごく新鮮でした。なるほどね。で、その数年後におじさんも豊かに暮らしたいという、言ってみれば男性版フェミニズムみたいな講座も、はい、できたりしましてね、面白かったですよ。なるほど。まあ本当に U の活動っていうのはそのフェミニズムの活動で支えられてきた側面が大きいというふうに思っています。まあ、オンと一緒にねやってきたってこともあるんでしょうけども、あと上野千鶴子さんなんかもよくね講師として来られてましたよね。上野千鶴子さんは U 主催で3回いらしていただいたような気がします。そうですね。であと強烈な新スゴさんの、はい、10年の時だったかな、はい、新スゴさんの講演会もやりました。そうですね。でやっぱり私はその聞いてて、その自分がいかに小さな不思議ながら世界を見ていたのかと気づくことが多くて、すごい衝撃を受けましたね。で、細谷さんね、最近その、ミーツー運動ってのがありますよね。そこについてはどう考えますか？ミーツー運動についてはもう、ものすごく高く評価してます。はい。いわゆるセクハラ、性暴力っていうのはもうずっと昔から、女性運動やってる人間は知らない人はいないというぐらい、そういうことが多発してたのは知ってはいるんですけど、それをやっぱり社会に向かって声を上げていく、その難しさ、声を上げるとセカンドレイプと言われるようなバッシングにさらされるケースが多くて、なかなかこう声を上げられる状態じゃなかった、そういう時代を嫌というほど知ってるもんですから、やっぱり最初に声を上げた人も、その声を受け止めて広げていった人も、もうすごくこうなんて言うんでしょうね、偉いなというか、やっぱりいくらかでも時代は変わってきているのねという、そういう思いを持ちました。なるほどね。まあアメリカのそのミーツー運動って割とこう女性で、その白人の女性なんかがニュースが目立ちますけど、もともとは2007年のその黒人女性を支援する、団体がそのミーツー運動というのを提唱してたんですよね。でそれが最近になって非常にミーツーという言葉が、その後白人のハリウッドの、はい、そうですね、それでこう広がっていったというのはありますけれども、とにもかくにも黒人がなくたって白人だってやっぱり性暴力問題を告発するというのはすごく大変なことですから、やっぱり立派だと思います。なるほど。で私見ててやっぱりそのパワハラと一体になっているケースが結構今でもね、あって、はい、すごいその社会全体にその根深い問題として残っていて、だから単にその差別が悪いってそれで終わるんじゃなくて、やっぱり社会の在り方自身っていうものを見つめ直すその機会になるなというふうに自分で思ってますけど。まあそうですよね。そうですね。ちょっとしたパワハラが、これがパワハラなのか、
そうじゃないのかっていう見分ける見分け方の一つとして、あの相手と自分を入れ替えて、それでおかしくなければパワハラじゃない、それだとやっぱりおかしいということだとやっぱりパワハラだという、そういう見分け方もあるんですよ。はい、ありがとうございます。ではここで一曲で、富田勲のリボンの騎士ですね。これ実は初音ミクが歌っているバージョンなんですが、お聴きください。 Now listening to Friday Speakers。 NPO 法人札幌自由学校の理事を務めていらっしゃいます細谷陽子さんと電話がつながっています。細谷さん、続けられている老いと向き合うという講座、はい、どんな内容の講座でしょうか。当事者、もう高齢の当事者同士が、あの日々の暮らしの中で感じたり考えたり工夫したり、そういうことを互いの経験を交流し合って学び合うというふうな感じでやっています。理由では以前にもあの高齢化社会を取り上げた講座を2回ぐらいやってるんですけど、過去の講座の時はあのそれぞれこうある種の専門家においでいただいて、あの教えてもらう学ぶというふうな講座だったんですが、今やってるのはもう当事者同士が経験を交流し合う、言ってみればサロンのような感じで、あの楽しくやってます。はい、あの第1回が5月の7日金曜日、午後2時からということで、はい、まあ、横田光一さんが、第1回でこの、早々をめくって括弧1葬儀を考えるっていう題で、まあ、横田さんの、その経験をもとにね、お話を、はい、するんですけど、実は私が第4回の8月6日に、またあの、実は、就活早々をめぐっての2回ということで、あの仮想と墓地問題っていうことで担当します。あの今あのお話しいただいたように、その経験を話し合うっていうのが割とこの講座 の、 あの特徴なんですけど、私はどっちかっていうと、これから私が経験 することを先取りして、まあ、どんなあの想像を したいかということを訴えたいという、ちょっと変わったあの講座ですけども、はい、まあ、あのよろしくお願いします。まあ、よくその土に帰るって言いますよね。でも、仮装してしまうと、その土に帰るっていうんじゃなくて、二酸化炭素を地球上にばらまいてしまう。で、あの肺が残るだけ。だから本当に豊かな土になるっていうことが、実はそういうことができる創造が始まっているんだよっていうことをお話したいというふうに思って、その今アメリカのワシントン州のところで、この人間の遺体をですね、豊かな土に変えていくっていうことが始まっているんですよね。で、このことをですね、実はこんなことが始まっているんだよっていうことをお話したいというふうに思って、この講座の中に加えていただきました。はい、はい、楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。まあ、あの昨年の12月からね、生前に希望した方がその、有期還元層っていうんですけど、そういう形で、実はその豊かな土が森林育成のために使われていくっていうことで、その森林、その育った森林からまた木材チップを作ってができてきて、そこでまた新しい葬儀が行われるっていう、感じになっていく、ものです。はい、で、あの実は細谷さんね、これから取り組みたいテーマっていうのはありますでしょうか。取り組みたい、ちょっと講座としては難しいかなと思っているんですが、ベーシックインカムにずっと関心を持っていて、あの2008年の G8 で、あのあちこちからたくさんいらした方の中にベーシックインカムの研究者がいらして、あのものすごく刺激を受けて、あの小さな読書会を続けてきました。で、一度あの講座の中の1回年金問題の中に組み込んで話したこともあります。でも世界的にいろんな形であのなんか実験が行われてますよね。はい、そうですよね。で、やっぱり僕もね、あのベーシックインカムっていうと、そのすごい賛成する人とすごい拒否反応を持つ人がいてあのやっぱり誤解してる人もいるんですよね。あの、だからその辺やっぱりちょっと歴史も含めてね、あの整理するような、その簡単に答えは出ないかもしれないけど、そういう考えてみるっていうような講座をね、ぜひ企画したいなと思っています。私も
で、ベーシックインカムっていうのはやっぱり私にとっては基本的人権だというふうに捉えたいと思ってるんですよ。あの生存権を保障する仕組みですからね、はい、はい。だからそう思うんでしょうね。で、はい、生きてること自体がね、やっぱり相互にその感謝し合うっていう、そういうベーシックなものとして僕は位置づけたいなというふうに思って、いるんですけどね。で、いろんな形で、あの、そうですよね、世界的にもそういう考え方がありますよね。あのスイスで、はい、あのベーシックインカム導入の国民投票を実施したエノ・シュミットさんという方の講演会を、はい、2018年かな、はい、1年かな、あのやりました、札幌で。そうですね。だからやっぱりそこでいろんな気づきがあって非常に刺激を受けたんで、あので私はね、そのベーシックインカムというのはその思考実験じゃなくて、これからの経済にとっては非常に、まあ、あのロボットとか人工知能が出てきて、その雇用が奪われるんじゃないかっていうことを言われているときに、その雇用が奪われるんじゃなくて、その自分の希望する形の仕事ができる環境ができる、でその中でベーシックインカムってことが位置づけられるっていう、そういう社会がやってくるんじゃないかなって思ってるんですよ。だからあのそういう規制概念にとらわれないで、その財源問題にしろ、その労働意欲の問題にしろ、そのもっと違う見方があると思うので、そういう講座にしたいというふうに思って、ぜひやりましょう、一緒に。できるといいですよね。はい、はいはい、じゃあ今日はどうもありがとうございました。今度はあのぜひ坂上放送局のスタジオにお越しください。はい、はい、ありがとうございました。U の講座は本当にたくさんあります。だからぜひそのホームページなどでですね、どんな講座があるか、パンフレットですか、そういうもので調べてください。探してみてください。きっと素敵な講座が見つかるというふうに思います。はい、ではここで一曲、富田勲の亡き王女のためのパパアンヌ、お聴きください。富田勲さんの亡き王女のためのパパアンヌ、お聴きいただきました。今日はフリージャーナリストの田中稔さん、それから NPO 法人札幌自由学校いう事務局長の小泉正弘さん、それから、U の理事の細谷陽子さん、3人に、電話でゲスト出演していただきました。ありがとうございました。とても貴重なお話をお聞きしました。次回の担当ですね、5月の第3週5月の21日金曜日、午後3時からの予定です。テクノロジーでもっとつながり、テクノロジーでもっと多様で豊かな社会にするために番組を続けていきます。テクノロジーで一緒にね、テクノロジーも一緒にね、これからもよろしくお願いいたします。それでは素敵な週末をお過ごしください。田中俊彦でした。